かつて対馬の振ることを記した。こたびは人知れぬ戦いを語らん。残虐で恐ろしき変化が民を脅かしておる。助けを乞う者の声に導かれ、クロードが冥府よりよみがえる。猛虎は菰田の浜に降り立ちし時、恐ろしき鬼どもをあまた島へと解き放った。鬼は情けすら持たず人を食らう化け物。しかして対馬のクロードたちが立ち上がる。クロードは一人のみというものもあるが、まことは四人なり。一人目は侍と号するクロード。誉れ、一族、故郷のため刃を振るう強者だ。